それでは、あんこそばの召し上がり方について説明いたします。はじめから味のついた一口大のわんこそばを15杯召し上がっていただきますと、普通の盛りそば1枚分となります。わんこそばの味は目の前にあるお薬味をおそばに加えて味を変えながらお楽しみください。お客様が召し上がっていただいたわんこそばの杯数はテーブルの上にお一人様15杯ずつお椀を重ねていきますのでお分かりになるかと思います。わんこそばやっていますとお椀の中におつゆが溜まっていきます。溜まったおつゆを飲んでしまいますとすぐにお腹がいっぱいになってしまいますので、溜まったおつゆはなるべく飲まずにテーブルの両端にあります黒い桶に開けながら召し上がりください。お腹いっぱいになりましたら必ず担当の給仕が見ている目の前でお椀に素早くお蓋をかぶせてごちそうさまとなります。お蓋をする際に担当のお給仕がいないところでお蓋をしたり、お椀の中に小さなお蕎麦が1本でも残っていますと担当の給仕がお椀の中にどんどんお蕎麦入れていきます。なかなかお蓋ができなくなりますのでご注意ください。女性の平均は30杯から40杯、男性の平均は50杯から60杯となっております。まずは平均を目指してお召し上がりください。はい、では、お箸の準備ができましたら、お椀をしっかり持ってください。緊張する。しっかり持ってください。お椀しっかり持ちましたら、私の方に少し高めにお椀を上げてください。入れていきます。はい、どんどん。もう少し上げてください。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。どんはい、よいしょー。はい、もう一回。はい、よいしょ。はい、さあ、どうぞ。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。はい、よいしょ。はい、さあ、どうぞ。はい、まだまだ。はい、もう一回。はい、よいしょ。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。おそばのお代わりをお持ちいたします。少々お待ちください。はい、お代わりをお持ちいたしました。どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。はい、もう一杯。はい、さあ、どうぞ。はい、よいしょ。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、もう一杯。はい、代わりをお待ちしました。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。はい、よいしょ。こちらは30杯達成ですね。さあ、どうぞ。よいしょ。はい、さあ、どうぞ。はい、バナバナ。何の会話を受ける？あと1杯で100杯です。あ、これで100杯。こちらで100杯です。何ですか、100杯目。はい、どんどん。はい、100杯です。100杯。すごい。すごい、行きましたね。あ、揺れます、揺れます、揺れます。はい、じゃーん。終わっちゃった。終わっちゃいましたよ。終わっちゃいましたよ。いいシーンだったね。いいシーンが。せっかくいいシーンだったらね。ダメですね、これ。どうしようね。はい、どんどん。はい、どんどん。おかわりをお持ちしてもよろしいですか？もういいですか？まだたくさんありますけど。90秒の間に蓋を。一本も残さずに、きれいにお願いします。もしもし、蓋をしましょう。大丈夫ですね。はい、お疲れ様です。食後のデザートございますので、ただいまお待ちください。デザートもあるんですか？